ほい。皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りまするガンバマサルです。さて、今回この動画なんですけれども、ダブルヌンチャクの簡単なコンビネーションについて解説をしていきたいと思います。そう、ダブルヌンチャクって実はね、結構簡単だったりするんですよ。前にもちょっと解説したことはあると思うんですけれども、今日はその簡単なコンビネーションについて解説をしていきたいと思います。はい、ヌンチャクの基本的な技についてはですね、僕の、動画で解説、ヌンチャクのテクニックっていうのとか、あとはなんだろうな、ヌンチャクの基礎みたいな動画があるんで、それを参考にしてもらいたいんですけど、まずダブルでやっといた方がいい技っていうのがこういう技、これも解説があった技ですね。これ両手でやるとこういう風になるんですよね。そう、これだけでももうかっこいいですよね。はい、そして他に入れていく技としては、まずこう下に振り下ろす、下に振り下ろす、まあ、これは回したりしてもいいですね。下に振り下ろす、これと三角形、これもよく僕の動画で出てきますよね。あとは8の字1、2、3、これこの技があれば、なんとか見せることができますよと。うん。それに、ヌンチャク、ダブルの方がやっぱり迫力があるんですよね。あとさっきね、ダブル簡単って言ったんですけど、ダブルの簡単であるゆえん、まあ僕の先生も言ってたんですけど、この入れ替える動作がないんですよね。そう。この入れ替える動作って何気にリスク高くて、慣れてる人でも、あーって取り逃すことがあるんですよね。基本的にそれがないので、ダブルの方がちょっと楽っていうところはあったりもしますと。うん、ではさっき言ったのを実際に組み合わせてみましょうか。いきますね。から、はい。という感じになりますよと。はい。今ちょっと動画がカクカクになってきましたけど、すいません、時間がないのでこのままいっちゃいますね。はい。今のでもおってなりますよね。でもちょっと時間が短いんだよねっていう人にちょっとポイント、片手ずつやって最後に両手でやりましょう。どういうことかと言いますと、最後にという感じにすると、ね、ちょっと時間もできるし、右手と左手とやって、両手ってやると、だんだんなんか盛り上がってくる感じあるじゃないですか。そう。なので、ダブルヌンチャク、すごくおすすめしてるんです。うん。あと、ダブルのいいところは、例えば、左手が全然うまくなんないんです。っていう人、右手にね、つられて動くことがあるんですよ。そう。左手単独だとちょっとこの回転も安定しないし、という人はこの両手で一緒に回すと案外ね、右手につられる、そう、利き手につられてうまくなることがあります。そう、まあ、縄跳びの要領ですよね。そう、縄跳びもこの左右バラバラにはならないはずなので、つられて動きますよね。
そういった意味で、そう、逆の手、利き手じゃない方も両手でやることによって上手くなることがあります。そう。なのでね、非常にダブル、練習としても見せる技としてもおすすめなんですよね。さっきパッとやっちゃったんで、ゆっくりあのコンビネーションやってみましょうかね。まず、右手。で、肩、脇、肩、下、三角形、八の字、脇、肩、脇。そしたら、左手出してもらって、から、肩、脇。からの、肩、脇、肩、下、三角形、八の字、脇、肩、脇。からの、両手。簡単。で、肩、脇、肩、下、三角形、八の字、タンタンタン。っていう風にできるということですね。うん。で、そう、振るときなんですけど、まあ、せっかく簡単な振りなので、ちょっと、思い切って振った方がいいですね。そう、自信がない振りってどうしてもゆっくりになっちゃうけど、そう、しっかりと、ブンと、打つようにするといいと思います。はい。ではですね、今日なんですけれども、まあ、もしかしたらちょっとチョークしてるかもしれないんですけど、ダブルヌンチャクの、簡単なコンビネーションについてでした。はい、じゃあ最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この8の字についてなんですけれども、今僕クロスしてやってますよね。これ別に離してやってもいいです。うん、これも2種類見せ方がバリエーション増えますからね。で、このクロスするやつなんですけど、どちらかの手を上にしてっていう風に考えた方がやりやすいですね。これもちろんこの交互にすることもできるんですけど、これちょっとリスクあるんで、もう同じ方の側の手でやっちゃった方がいいと思います。補足でした。